ちは見てるぜ。
助かりました。改めましてモンキーサイクルです。なんか嫌なことでもあったんですか皆さん。ありがとうございます。素晴らしいセンサーを振る皆さんと時間を共有できて大変嬉しく思っております。じゃあここでね、メンバー紹介しましょう。僕は本節のマンチェスターこと一つトレーニング飛んだからやってまいりました、ゆきおモンキーです。飛んだではみんな僕のことをブレーキの壊れたチャリンコと言いますけどね、皆さん気軽にモンキーで呼んでください。よろしくお願いします。本命紹介しましょう。大阪のロンドンは上新城からやってまいりました、つぐみモンキー。誰だ誰だ、かなり完成度の高い誰だ。アンダー製造機ね、元中日の種田、知ってると思う。あ、すいません、今日 Z 世代ばっかりで、ちょっと待ってたんで、家に帰ったらお父さんお母さんに聞いてくださいね。上宮高校出身ですから。オンドロス紹介しましょう。大阪のグラスゴーは鶴見区からやってまいりました、シーバリモンキー。世界卓球出ようと思うんだよ。すごいですね。もう今日もよう声出てますわ、ね、昨日来た人は知ってると思うんですけどね、鶴見区の大声コンテスト2017-18の覇者ですから ね、もう今年もエントリー一人でやってますんで、鶴見緑城の風車の下で一森さん見かけたら応援するか一緒にやるかしてあげてください。よろしくお願いします。じゃあ次はね、もう笑ってる皆さんの番ですから行きましょう。今日はもう入り口から行きましょう。入り口から時計回りに一人ずつ来たところと自分のキャッチフレーズ言いながらイエイって言っていくコーナーやりたいんですけどね、あの人数も多いし時間もないんで、泣く泣く全員でイエイって言ってないから説明は最後まで聞いてください。全員でまとめてある程度のデシベルをいただいたら僕らしれっと曲にも、いや、すごいデシベルのイエイをいただいたら、今日はものすごいデシベルの家をいただきそうなセンサーあふれる皆さんですね。そうですね、そうです、目標をそうですね、明日の午後7時、有吉ゼミであのギャル曽根が大食い始めるぐらいの、ちょうどあの天のね、誕生日のことは覚えていますか、あの赤ちゃんが映るぐらいまで耳鳴りに残るデシベルの家いただきたいと思います。カモン、今日のお客さん、thank you。
コーナー行ってみたいと思います。まずはライブ告知から、モンキーサークル次回のライブは、今月の21日ですね、土曜日、毎月第3土曜日に行われているココナシビルウエストでモンキーサークルマンスリーライブサタデーナイトロールがありますので、一つよろしくお願いします。毎月第3土曜日にやってるんでね、もし退屈で死にそうやったらぜひ来てください。結構おもろいと思いますんでね、ちょっと気に入ったら来てください。よろしくお願いします。そういうね、詳細なスケジュールが今言うても分からへんと思うんで、帰ったら調べてください。僕のブログエキスポロックンロールに詳しく載ってますんで、ミクシー、フェイスブック、ツイッター、そしてインスタグラム、全部同じ内容で更新してますんでね、各自見やすい環境でモンキーサイクルがエキスポ R&R で検索してみてくださいよ。チケット、ロックンロールでついてますけど、ほぼ息子の成長日記の話ね。高校2年生の男子学生の興味を俺の変な性癖の方はぜひ見てください。僕もそっくりな案がたまに出てますんで、どこがロックンロールやね。親子ともともよろしくお願いします。それから入り口入ったところにモジョクラブの新作 T シャツと、CD 売ってますんで、ぜひ買って帰ってください。よろしくお願いします。CD はもう残りわずか、あと何枚、2枚ぐらいしかない。あれでもうこのようにないらしいですからね。定価で買えるラストチャンス。あれ以降はもうモンキーオークションにかかってすごい高値になりますから、ね、ぜひよろしくお願いします。で、もしまだお金が余ってるよっていう人はね、その後ろ振り返ったところにモンキーサイクルの CD が、そして入り口出るところにモンキーサイクルの T シャツがありますね。これもまとめて買ってくれるね、石油王みたいな人がおったらよろしくお願いします。買って帰ってください。よろしくお願いします。で、最後に私事で恐縮なんですけどね、今月の28日息子の誕生日です。なんか物で帰ってよろしいですか。ちなみになんですけどね、31日は嫁の誕生日です。ぜひご主人に CD 買って帰ってください。以上、インフォメーションのコーナーでした。
しつないだら君はそのままの必須だよから、何も変える必要ない、君はそのままでも、いやお届けしてまいりましたモンキーサイクルロックンロールショー、そろそろラストのナンバーとなってしまいました。お願いしますが、またいつでも俺たちを呼んでください。ゴール。モンキー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 、岡田君大丈夫？今日のモンキー駆け込み込んですわ。この後はもうちょっとゆっくり楽しんでいきましょう。近いよ心を開く。